はい、どうもこんにちは、はじめです。今会社の昼休みなんですけどね、ちょうどスターバックスに来ました。スターバックスの、アプリっていうのが、まあ、アメリカにはあるんですけど、そのアプリで、まあ、スタバでこうコーヒー買うじゃないですか。でそうするとスターがもらえるんですよ。スターがね125個だったかな、125個貯まるとスタバの飲み物か食べ物、まあ、何でもタダでもらえるっていう、まあ、そういうサービスがあって、でちょうどね僕のスタバのあれポイントが今134溜まってるんですよ。いつもならねといつも頼まない高いやつとかを頼んで、まあ、フラペチーノ弁5ドル6ドルの頼んだりするんですけど、まあ、YouTube とか見てて結構そのリワードを使ってすごい飲み物を頼むみたいな、なんかこのフラペチーノにトリプルエスプレッソショットを入れてソイラテで、で合計これ50ドルのものがタダで飛べたぜみたいな、なんかそういう動画も上がってるんですけど、でもそこまであの心強くないんで、なんで今回あのスタバの店員さんにおすすめをちょっとね頼んでみようかと思います。あなたのおすすめなんですかみたいな、でそれで何が出てくるかっていうのをちょっと、まあ、せっかくなんでねこのリワードを使って試してみたいと思います。それではちょっとスタバそこなんで行ってきます。はい、というわけであの車の方戻ってきました。はい、で結果来たものがこれですね。このベンティサイズの、ジャバチップフラペチーノにバナナ入れてくれたみたいですね。エスプレッソショットも入れたのかな、ちょっとでもバナナ入れるとめっちゃうまいみたいなんで、ちょっと初めて知りましたね、バナナ入れられるってことを、試しに飲んでみたいと思います。うん、あ、うまい。あ、バナナうまいね。あ、値段的にはジャバチップフラペチーノのベンティが多分5ドル50とかで、バナナ入れるといくらするんだろう、1ドルとか取られるのかな。多分まあ値段的にはタックス入れて7ドルしないぐらいだと思いますね。でも本当美味しいです。もしね日本であのまあそういうリワールとかないのかもしれないですけど、まあいろいろ足せると思うんで、ぜひバナナ入れてみるのはすごいありじゃないですかね。めちゃくちゃうまいですこれ。うん、今度からバナナ入れよう。今回ねちょっとこの GoPro を使ってなんか隠し撮りみたいな感じになっちゃいましたけど、今日の僕のランチ昼飯はこちらですね、スタバのフラペチーノ。これで今日夕方まで夜までかちょっと頑張ろうと思います。はい、というわけで今回スタバに行って店員さんにおすすめを作ってもらおうでした。じゃあね、またありがとうございました。